FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。よし、今日末のワクワク土曜日始まります。大分県で一番ポジティブな社長、よし今日末です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、よし清松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭に、よし清松に会える日をご紹介します。そしてよし清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組の方に来ていただき、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語をお送りします。ではよし清松に会える日からです。はい、11月1日は金曜日、金曜日ですね、はい。金曜日ならまだ、はい、ね、チャコとも会うことができるかもしれませんので、はい、もう2月連続で会えますよ、はい、はい、ぜひ皆さん本当に大きく、はい、11月1日に丸をつけて、はい、何の日だったかななんて思わないで、ぜひとも来ていただければありがたいなというふうに思います。で、はい、今ずっとお話しているのは、月初の朝礼で話した、うん、これからの日本経済について、はい、ということだったんですけども、はい、先週の話で、投資ってそんなに怖いもんじゃないですよっていう話をずっとさせていただいてます、うんうん、ドルコスト平均法なんていう話もさせていただきました。ところが最近、ヤフーニュースなんかを賑わしてるのは何かっていうと、はい、青汁王子が大破産したっていう話ですよね。青汁王子って覚えてます？うん、はい、三島優太さんっていう人がいて、はい、今まで、はい、月に1700万の、うん、家賃の、そうですよね、はい、青汁御殿にいたんですけども、その青汁御殿から引っ越して、はい、2K のアパートに移ったっていう話になって、いや、それは全部その8月5日の大暴落によって、自分の財産全部なくなってしまって破産したっていうことなんですよね、はい、残金6万円しか残ってないっていう、なんか、はい、そういうニュースがあって、はい、コピーを、はい、銀行の預金口座のコピーをこう、はい、外に出してましたか、はい、皆さん、見た人もいるんじゃないかなっていうふうに、いや、 やっぱり投資って怖いじゃんっていうふうに、それを見て思った人もたくさんいるんじゃないかなと思いましたけども、それ投資じゃなくて投機なんですよ。いわゆる何をしたかっていうと、はい、彼、いわゆる信用取引っていうのをして、うんうん、10分の1の金額で、はい、その10倍の、はい、株を動かしてたんですよね、はい、だから、はい、株が大暴落すると保証金が株価減った分に対して全て10分の1を払わないといけない、補填しないと、補填しないといけなくなってしまって、はいはい、それで20億の損失を出したということで大変なことになってるんですよね、ぜひ本当に、あれは投機ですんで、僕ら素人のは、はい、投機には手を出さない、いわゆる信用取引とか、うん、そういう、デリバティブとか、うん、そういう怖い、もし失敗したら大損害になるような、うん、そういうところに手を出さなくて、うん、いわゆるドルコスト平均法を元にした投資、NISA なんてのは最もいい投資だと思うんですけれども、はい、それを選択してくださいという、そういうお話です。はい、今日も学びました。清松総合鉄工株式会社がお届けするよし清松のワクワク土曜日。やってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。本日の
のゲストをご紹介します。今日は高校生バンドの人ごとの皆さんにお越しいただいています。はい、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。はい、あのね、はい、どうしてこの人ごとっていうこの若い高校生の女子ばっかしのグループと僕が知り合った接点、はい、皆さん気になってるんじゃないかなというふうに思いますけども、ね、はい、実はあの宇佐市の七夕夏祭りっていうのがございまして、うん、はい、その時にあのチャコがね司会してたんで、はい、チャコの雄姿を見に行こうかなと思って、はい、チャコを見に行ったんですよ、はい、そこで、歌われてたのが高校生の、5人組のバンドだったんで、うん、それがまたこう心地よい、音楽のノリがよかったんです。すごく、でまたあのチャコもなんかノリ良かったなと思ったんですよ、はい、あのよしどう今のって僕にマイクを向けたもんだからそうですね、はい、そういう話から、はい、だったらあこのぐらいこう、うんうん、あのみんなの前でこうはなんか表現できるなら、ラジオでそれ表現してみないっていうふうに僕が声をかけたのが、はい、この5人なんですよね。ではその5人自己紹介一人ずつお願いしていいですか。まずはボーカルから。ボーカルの姫野です。お願いします。はい、はい、キーボードのカリンです。お願いします。そしてドラムの小野ココアです。よろしくお願いします。はい、ベースのナズナです。お願いします。はい、ギターの中村です。お願いします。はい、もうみんな可愛いですね。そうですよね。しかもこう楽器がね、はあ、あのいわゆるフルバンドの一応揃ってるっていうキーボードもいるし、ギターベースは当然だし、ドラムもいて、そしてボーカルっていう、もう本当フルバンドですよね。でこういう人たちが集まるきっかけってどういうきっかけだったんですか。まずあのギターとベースなずなちゃんと中村ちゃんと自分で文化祭でバンドするってなって、でドラムとキーボード欲しいなってなってちょっとインスタで呼びかけてみたりして、うん、はい、で2人がやってくれるってなって始まりました。へ、それに募集する前からドラムやってたの。いや、やってなかったです。じゃあもう完全にあの そのチームができてから私じゃあドラムやりますっていうことで叩き始めたわけですか。はい、すごい。ボーカルの姫野ちゃん、あのみんな本当にじゃあ何もしない中でバンドしたいなっていう感じのイメージだったってことですか。ベースとギターはとあのキーボードのカリンは、うん、ピアノ習ってて、うんうんうん、でもうこっちゃん本当にもう最初からマジで頑張ってくれて、ということはみんな、まあ、あのピアノの経験とかがあるので楽譜は読めたと多分、はい、なのでココアちゃんだけは、はあ、やったことが何もなかったのでドラムもういきなり、じゃあ、 あのココアちゃんもドラムでっていうふうにもうみんなで決めたってこと、それともココアちゃんがドラムしたいってなったのっていうことではない。いや、やってみたかった。やってみたかった、はあ、そうなんですね。いや、やってみたいからできるっていう問題、はあ、そうそう、うん、結構迫力あるね。そうそう、ドラムだったよね、はあ、ドラムだったし、うん、まあ、あのとにかくみんなまとまってたんですけど、うん、あの結成してどれぐらい経ってるんですか今。5月に、え5月に始まったんで、はい、6、7、8、4ヶ月で、すごい。しかもあの、はあ、初めて楽器触る人もいるっていう中で、うんうん、この前の、うん、ね、七夕の時に僕聞かせていただいたんだけど、うんうん、かなりの完成度だったですよね。すごいですよね、うん、あの中村ちゃんと姫野ちゃんとココアちゃんはもともと同じ高校。いや、みんな同じ高校。みんな同じ高校。あ、そうか、みんな同じ高校でやってるんです。ごめんなさい、ね、そうですね。宇佐高校。宇佐高です。何年生でした。2年生。2年生ですよ。すごいね。インスタで募集して。そう、だから同じ高校だけどインスタで募集。昔と違うんだ。張り紙してましたよね。そう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 。インスタで募集したら同じ高校の同じ学年の人が集まってきたっていうのも奇跡的じゃないですか。本当にありがたいです、ね、まずあのこの名前、うん、バンド名が人ごとカタカナで、これはどういった意味でつけたんですか。ね、これは、
もう本当に悩んでたんです。バンド名を考えなきゃいけないみたいな、うん、いや楽しいな、楽しい悩みだよね。 なってて、はい、最初もすっごいいろんな案が出て、はい、もうマジ決まらなくてでもう なんか分からんけど他人事、うん、なんか尖ったバンド名がいいなとかやって尖ったバンド名やって他人事とか言ったら、はい、あれ人事っち読むんでってなって誰が誰に指摘したんですかそれチームの中で誰やったんやろ覚えてない中村ちゃん言って中村ちゃん知ってそうな雰囲気だった私やろみたいな誰やったっけあその辺覚えてないんです、ね、覚えてないんだ、気づけばでも気づけば一言にね一言になってて、はい、でもなんか一言ってやっぱりこう尖ってるっていうかインパクトあるよね。あまあエッジが効いたっていうか ね、あ、うん、いいなと思います。特にあのじゃあ姫野ちゃんはボーカル、はい、まあ歌とかは結構歌ってたんですか。歌好きです。好きです。でしょうね。でしょうね。あの結構あのお寺のライブだったんだけど、うん、七夕祭りの時に結構ステージも良くてお客さんも多かったけど、うん、あんな風に人前で皆さん活動したっていうのは何回かあったんですか。いやもう5人のそのバンドで出るのは初めて、うん、あ個人個人はそれぞれなんかバンドみたいなんで出たことがあるっていうこと。いや中村ちゃんはその他のバンドに、うん入ってたの？時々。あ、出るんだ。おお。はあ、なるほどね。このその他の皆さんはかりんちゃんとかのあのなずなちゃんとかココアちゃんとかはみんなもう初めて。初めてです。この前どうだった？実際人前でこう一言でした？いやかりんちゃんどうだった？あ、めっちゃ緊張しました。ああ、キーボードね。ねいや姫野ちゃんがさ歌を、うん、あの忘れて飛んでしまったじゃないバレてますよ、うん、完全に飛んで しまってんのに、はい、なんかあのだからといってこうあなんか止まらなかったですね。止まらずに、うん、なララララかなんかでこう渡してなんかずっとこう途切れずに歌を歌い続けたっていうのは、あの辺プロですよね。もう度胸あるなと思いました。度胸あるよね。度胸と愛嬌が、うんあの時どう思いました。あカチやったわと思ってなんかその前日かなんかの練習で歌詞飛ばして、はいはいうん、わこれ本番でやったらどうしようみたいなってたら本当に飛ばしてなずなちゃんその時どう思った。いやまあちょっと飛ばすかなと思ってなんとなく予感してたんだ緊張もあったし。あそうなんだ。はいココちゃんはいや自分のことに必死すぎてココアちゃんのドラムの方は自分では何点でしたこの前。いやもうずっと足が震えてました。緊張しすぎて。本当になんか全く思いませんでしたね。本当にちゃんとパフォーマンスしてたよね。なんかドラムのココアですみたいなダン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 とかいうのやってたじゃん、うんちゃんとねアピールしてたしさ。まさか4ヶ月しか、うんうん、ね立ってないなんてわからない感じですけど、うん、でも姫野ちゃんのそのパフォーマンス力っていうのは何かこう布石があるんじゃないですか。あダンスダンスしてた、うん、今も今、はい、今ちょっとあのいろいろ部活とかもあって行けてないんですけど、あれのおかげかな。あれのおかげどこでどなたのところで習ってたんですか。パスタイムっていう。ああパスタイム。うん、あなるほど。徳光さん。先生のところでやらせてもらってました。うちの会社でやった夏祭りでパスタイムの皆さんに踊ってもらったんですよ。おつい最近、うんうんうん、8月12日のことなんですけども、うん、その時に踊ってもらったのをパスタイム徳光さんにお願いして踊ってもらったんで、もし、はい、何年かずれてたらもしかしたらうちの、ステージで踊ってたかもしれないですね。本当ですね。本当ですね。うんまあだけどちょっとこうすごく楽しみですよね、うん、まああの来年は高校3年生なんだけども皆さんやっぱり進学とか考えてます。考えてますね。ですよね。そうだったらやっぱり活動的にはどういう感じになるんですか。
一言として確かにまだ始まったばかりでこんなこと言うのもなんかごめんねって感じなんだけど今気づいたみたいな確かに受験生ですもんね受験生だけども来年の、まあ、今年も文化祭が先日終わったということで、うん、文化祭でもやっぱり披露したんでしょおしましたはい、ね、今ふさこはふさのピアで文化祭するんですよすごい ね, ね本当私の息子の時はそんなことなかったんですけど、ね大きいですね今ね、うん、うちの息子次男なんですけども、はい、あのそれこそロックバンドみたいなの組んでて、はい、それもボーカルだったんですけどもおっと、はい、キヨマーとブートキャンプっていうチーム名で時代を感じますねブートキャンプ、はいはい、そういうチーム名でね、はい、ずっとあの、高校時代3年間、はい、あのチーム組んでやってたんですよね、で、まあ、まあ高校卒業とともにそれ終わったんですけども、うんうんうんなんかそういうバンドみたいなのは、うん、高校生で楽しいよね楽しいよね、うんまあ、青春の一つのこう、うんなあの時あんなチームで一緒になんかやってたねっていうのは一生残るからね、うん、気持ちの中でね。でもこの中でこう音楽を続けていきたいって人います？はい姫野ちゃんと上がりそうななずらちゃんって言われてたじゃないですかイベント会場でなずらちゃんってねなずらちゃんもちょっと半分ぐらい手が上がってね、中村ちゃんとかなんかもうちょっともうこのままビジュアルでデビューできそうですねね、あまた違うことも考えてるいやあでも趣味程度でいいかなあなるほどねもう大学に行ってっていう感じ、はいとこうん、ココアちゃんもこれからもドラムを極めて、はい、もうスティックくるくる回すような感じになりたいですでかりんちゃんはもともともうピアノをじゃあされてて、はい、はいなんかこう将来こうなんか先生になりたいとかそういうのはあるんですか将来は、はい保育士ね、もうかりんちゃんだったら子供預けるわ、ね、すごく優しくてね、うん、雰囲気のね優しいイメージのかりんちゃんですね、そう姫野ちゃんはでもこれからまたなんかもう楽しみですよね、もう一花ありそうな人生みたいな気がする姫野ちゃんのでも同郷は本当にすごいなと思います、うん、ありがとうございます、あの大学はどこに行こうと思ってんの、うんあの音楽 の、 その福岡の F スクールオブミュージックってところに行こうかな、うんうん、じゃあもう本当に音楽で飯を食おうとしてるわけ、うんうん、そうですあすごいすごいすごい、じゃああの姫野のと同じグループだったのよって言ってなんかあの子供やしながら多分ねかりんちゃんはねあの幼稚園で一生懸命こうみんなにこう自慢してるんだろうねねまあだけど本当あのいろんなところで今も練習してるんでしょ、はい、はい。週にどれぐらいしてるんですか週文化祭直前、はい、イベント直前とかになったら、うん、もう週2とやっぱ部活とかがあるけ、うんうん、なかなかみんなで合わせれる時間部活もしてるの他にあそえ何部ちょっと一人ずつ、はあ、中村ちゃんはバスケ部のバスケ部マネージャ ー, マネ ー, ジャー忙しいやん、ね、え男子バスケいや女子です。あ女子バスケのマネージャー。なずなちゃんは一緒です。あ一緒に。ココアちゃんはバスケ部のプレイヤーです。プレイヤーだあのね、なんかすごくすごく高いからね。ねあそうだったんだ、うん。なんかスポーツマン、スポーツウーマンっていうタイプだもんね。かりんちゃんは弓道部です。かっこいい、憧れました。うさこの弓道部ね、かっこいいんですよ、弓道場があって。うちの長男は弓道部の部長やってて。おっと、そうなんだ。身近ですね、やはりね。そうそうそう姫野ちゃんは部活はバレー部です。バレー部なんだ。みんなもガッチガチの体育会系じゃないですか。ねえ。そんな中で、じゃあ週に、まあ、集まってやったりね。宇佐の方にこう練習場があるんですか？そうです、はあ、U スタジオっていう、うんうんうん、学生にも本当優しいスタジオがあって、うん、そこでやらせてもらってます、うん、あもうじゃあもうドラムとかはもともともそこにあるみたいな感じであります、はあはあ、でもあとは楽器は自分たちのベースとか、はあ、自分持ってんのみんな、はい、自分の楽器はキーボード持ってるわけ持ってますあそうかピアノだからね、うんうんうん、やってたからね、はいねなんかちょっとこうあの人ごとは結構あの派手な音楽っていうか、うん、あのコピーはどなたのをしてますかね椎名カリンだったしてたシーナ椎名リンゴだカリンちゃんが入ってた椎名リンゴだね、うんはあのコピーをやってたかな、うん、やりました他はカナブーンさんとか、はあはあ、
あとハンプバックさんとか、はい、何やったっけ、マカロニ鉛筆さんとか、うんうん、ジャンル的にはどんなイメージ？なんかホーロックって言われてる感じのやつを、うんうん、じゃあ英語はまだ自分が喋れないんで、おっと、はい、まあじゃあ今後はまた英語の歌とかもね頑張ります。ねえ、それ音楽を目指してるんでね。ホーロックってどういうあれ、邦楽ロックっていうこと？そうそう、ああそういう意味、ね、今言葉いろいろあるんですね。邦楽、はい、またあの今度イベントが出演されるそうで、はい、ちょっと姫野ちゃんからじゃあ、11月3日の未来への架け橋フェスっていう、そのいつも行かせていただいているユースタジオさんが主催するイベントがあって、うん、はい、そこに出させてもらいます。場所は？場所は八幡の里でやらせてもらいます。日にちは11月3日です。11月3日ですね、はい、はあ、へえ、うん、でもね、見に来たよね。ああそうですね。入場は？入場も多分無料です。まあ外でやるんだよね。外ですよね。外です、八幡の里の、はあ、あ、外で舞台組んで、はあ、ね、多分ステージが、ステージができるんですよね。未来の架け橋フェスなんでね、フェスが、うん、はい、すごいね、はあ、いや、でもまだあと1年、また文化祭に向けて、うん、向けて、はあ、そうだね、練習してるところが可愛らしい、うん、本当に、ね、青春ですね。あと1年経ったのとんでもなく伸びてて、いやね、うん、注目されるんじゃないかなと思うような、うん、ちょっとこう ね、 ね、あ、なんか違いました日にちが。いや、まだイベントが他にもある。はい、あ、じゃあ中村さんから紹介してください。はい、10月13日の日曜日と10月26日の土曜日に双葉の里近くのライブハウス音ヶ谷リブートさんでもライブイベントに参加させていただきます。おー、すごい、音ヶ谷さん、音ヶ谷リブートさん、うん、はい、またじゃあ10月13日と26日に、はい、音ヶ谷リブートのライブにも出演されるってこと、はい、ぜひ生で ね、 聞きて検索してもらうと、ひとごとというので、うん、まあ、見に行ってやってほしいなというふうに思います。本当にあのひとごと、ぜひですね、生で演奏を聴いてもらいたいです ね、 ね、姫野ちゃんがまた歌忘れるところも見たいですね。今度こそ、今度こそは、はい、完璧に、はい、ね、頑張ってほしいです。はい、ということで他にも告知することはないですか？はい、はい、大丈夫ですか？まあ、あとはですね、はい、またあの来年に向けてですね、うん、ヨッシーのイベントに呼ばれるかもしれませんのでね、あ、お願いします。はい、はい、はい、ぜひ頑張って活動してください。じゃあ今日はひとごとから、またもう一回名前言ってもらいましょうかね。はい、姫野、そしてカリン、ココア、ナズナ、中村、はい、のメンバーで今日は来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。みんな主役の人生、ピョンチ総合鉄鋼株、ワクワクしながらやればきっと楽しい。若い女性のための創作童話、僕のアメリカマン勇気第一章、旅立ち、その49。二枚舌外交ですか？と僕が尋ねると、部長は正確には三枚舌かなと笑った。続けてアラブ人の独立を約束したフサイン・マクマホン協定を1915年10月に、イギリス・フランス・ロシアの中東分割協定を1916年5月に、ユダヤ民族移住地建設を約束したバルフォア宣言を公開したのは1917年11月のこと。この三つの相反する協定をそれぞれ約束してしまったわけだ。僕たちは驚いて、なんで？そんなのすぐバレちゃうでしょ？と聞くと、部長は、だよね。結局困ったイギリスはそれぞれ三方に対してちゃんと相手を説得するから待ってねって言いながら、イギリスによる委任統治を行う。それぞれ相手にいい顔していたので、一つに決めると大変なことになるからだ。どっかで聞いたことある話じゃない？と尋ねてきた。なんとなくクズ男のよくある話みたいですね。女房とは別れるから少し待って、みたいな話？
と聞くと、部長は笑顔で、その通りって笑った。何人もの女性と付き合ってて、一人に決めると、認証沙汰になりかねないって感じですか？と尋ねると、君も経験あるの？ってさらに笑う。そんなにモテませんよ。と僕は答えたが、君もですか？とツッコミを入れた。はい。ちょっとあれですね、自分で穴掘ってますね。はい、いやなんかよくある話、はい、いやいや気がしない。本当ですね。うん、なんか経験あるんじゃない？ちょっとそこは伏せさせて。ねえ、いいこと言いますよね。本当ね。本当に。二枚舌か。まあ、本当に二枚舌か三枚舌。はい、もうね、女性の数だけ舌があるっていう。昔女性の数だけ携帯電話を持ってる人がいました。そうですそうです、そう全部違う携帯電話ね、何々ちゃんとか言ってすぐ出れるようにね。そうそう、ね、びっくりですよね。はい、はい、そういうことが、はい、まあ本当に、外交の世界で起きてるっていう、面白い話ですよね。結局はね、自分がこうまとめてるっていうですね、うまい具合にね。そうですよね。いいやつです。はい、はい、今は総合抵抗感、社長は男、キヨマ総合デコカウ、機械は最新、社屋は斬新、キヨマ総合デコカウ、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キヨマ総合デコカウ、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる？はい、高校生バンド一言帰っていかれました。本当にね、若くて可愛い子供たちが、5人も来てくれて、もう本当スタジオもんもんしてる感じなんですけども、可愛かったね。可愛かったですね。まあ、これをご縁にね、はい、なんか清間総合テックのイベントとかでもこう一緒に、来て、演奏してくれると嬉しいし、うんうん、ね、姫野ちゃん、あの、ね、後々は歌手になりたいんだみたいな、今日はそういうことを語ってましたんで、まあ、それも応援していきたいなというふうに思ってます。で、音声でもね、今回また、なんか、演奏するということで、まあ、僕も機会があったら音声に行って聞きたいなというふうに思いますし、11月にはまた八幡の里でも演奏するということで、本当に、これからが楽しみな、ね、グループで、ね、はい、5人でした、はい、どうも本当に、またお会いできるのを楽しみにしています。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉池松、そしてじゃあここと佐々木久子でした。せーの、いいね。そんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。した時、ああ疲れたと呪いの言葉を言ってませんか。そんな言葉を子供に聞かせて、未来の夢を消してませんか。清松総合鉄鋼カーブ、夢の言葉が僕らにはある。いいねを貯めて宇宙に行こう。いいねは僕らの合言葉、一つ一つの困難越えてその先にある夢へと向かおう。全てはイヤイヤするんじゃなくて、ワクワクしながらやっちゃおう。いつも全力出していれば疲れることもあるかもね。でもここならきっと充実感、やりがいある人生。そんなの全部